でもなんか坂本いたしゃ自体は結構ね見るの好きだよ。自分の推しをさ飾りながら車でも一緒に過ごせるってよくない？坂本も幸せ、やっぱ本当はいたしゃしたいもんな。でも坂本が今できる免許といえば原付だけだから、原付のいたしゃになるしかも、撮ったのが1年半か2年前ぐらいに、撮った理由が、TOEIC受けるために、身分証明書欲しかっただけって。しかも、原付でウィリーしちゃって、坂本はもうやめましょうって言われた。え、こうやって、本当に運転したくて撮りに来てますか？身分証明書ですか？って聞かれたから、身分証明書ですもんって言ったら、あ、だとしたら、ちょっと降りていただいた方がいいかと、って言われて、あ、はい、運転しないでくださいって。すごい勢いで止められたもん。なんか大人何人かに抑えられて何と思ったら、絶対に左と右を同時に押しちゃいけないみたいに言われてたんだけど、できなくて普通にしたわ。怖くてさ、急にガッてアクセル踏んじゃって、多分結構スピード出ちゃって焦ってブレーキ押してビューンってなったら死ぬと思ってだからなんか良かったわ、無事に身分証明書だけもらえてガチの危険人物、そう、もうすぐ止められた、マジで免許返納して運転しない方がいいかもって。